こんにちは、ニッシーです。今回はかぎ針編みでのようなバラクラバを編んでみました。割とタイトめなシルエットになるように作っています。よかったら見ていってください。どうぞ。材料はこちらです。浜中アメリーを4玉、7号と8号のかぎ針、マーカー、とじ針、ハサミ、必要であればカウンターを用意してください。出来上がりのサイズはこちらです。それでは始めていきましょう。まず鎖目を25目作っていきます。8号のかぎ針で進めていきます。25目でだいたい12センチぐらいになります。そしたら立ち上がりを1目編んで裏山を拾っていきます。裏返した2個目のお山にかぎ針を入れて細編みをします。最初の目にはわからなくならないようにマーカーをつけておきます。そしたら次のお山の目を拾って細編み、次のお山の目を拾って細編みをしていきます。2段目を編み終わったところです。3段目はまず立ち上がり1目を編んで編み地をくるっと裏返して鎖の2目目の向こう側だけを拾って筋編みをしていきます。最初の目にはマーカーをつけておきます。次の目も鎖の向こう側だけを拾って筋編みというように3段目以降は全部筋編みをしていきます。これが2段目の最初の目なのでこれも向こう側だけを拾って筋編みをします。これで3段目ができました。4段目も同じように立ち上がり1目を編んだら編み地をひっくり返して鎖の2目目の向こう側を拾って始めていきます。この時こっち側を拾いたくなるんですけど編み地をしっかり起こして向こう側の糸だけを拾うようにしてください。今20段編んできたところです。こんな感じでゴム編みみたいにこういう伸縮性のある編み地になります。これを首部分にしようと思います。長さが43センチになるまで続けてください。
私の場合はちょうど100段で43センチになりました。最後に剥ぎ合わせるのが面倒なので、この時点でつなぎ合わせてしまおうと思います。これが最初の鎖目側、こっちが今編んできた方ですね。まず編んできた方は鎖の手前側を拾っていきます。一目めは立ち上がりをしないで、そのまま手前側の糸だけを拾います。そして反対側は最初の鎖目ではなく、このお山になっている部分の最初の一目めを拾っていきます。そして引き抜き編みをします。次の目もこの鎖の手前側をすくって、お山の次の目、ここですね、ここに針を入れて引き抜き編みをします。これを端っこまで続けていきます。これでだいぶつなぎ目が綺麗になったと思います。裏側はこんな感じです。裏を向けたまま模様編みをしていきます。まず立ち上がりの一目を編んだら、ちょっとわかりづらいんですけど、この鎖の左側と裏のこの鎖の右側の穴にかぎ針を入れます。ここです。わかりますかね、ここです。ここに細編みをします。これを最初の一目とカウントして、ここにマーカーをつけておきます。筋編みの1段に対して一目ずつ細編みをしていきます。これ針を入れるところが分かりづらいんですが、入るところで大丈夫です。私の場合は筋編みを100段編んでいるので、ここの細編みは100目になります。これが一番最初の目なので、その隣まで編んでください。次は右側に向かって模様編みをしていきます。この真ん中はつなげません。中長編みの模様編みをしていきたいので、立ち上がりは鎖2目編んで、編み地をひっくり返して、この同じ根元のところに中長編みをしていきます。
次は2目飛ばして中長編みを2回入れます。2目飛ばして中長編みを2回、これを繰り返していきます。ぐるっと一周して、ここが細編みの最初の目なんですが、今まで2目で一模様として編んできたんですけれども、最後の目は中長編み1つだけを編みます。最後の1目も模様1と数えて、模様が全部で34になっています。そしたらここもつなげずに、また右側の方に進んでいきたいと思います。先ほどと同じように立ち上がりを2目編んだら、編み地をひっくり返して、この模様と模様の間、立ち上がりをしたところと同じところに中長編みをします。これで2目編んだことになっています。次は模様と模様の間のところに中長編みを2目していきます。模様と模様の間に中長編みを2目していきます。これを繰り返していきます。最後はこの前段の立ち上がりの目と中長編みをした目の間、ここに中長編みを1回編みます。これで模様編みが2段できました。次も先ほどと同じように立ち上がりを2目編んだら、編み地をひっくり返して、この最後のところですね、ここに中長編みを1回入れて、模様と模様の間に中長編みを2回入れます。模様と模様の間に中長編みを2回です。これを繰り返していきます。これで今28段編んできました。こんな感じになっています。ここまで28段でだいたい20センチぐらいですかね、20センチになっています。首のところは輪っかになっていて、こういう感じに仕上がってきていると思います。ここからなんですが、こういう風に頭の上の部分にカーブをつけたいので、今編んできた糸は15センチぐらいですかね、残して糸をカットして引き抜いておきます。次も裏側を表にしたまま進めていくんですが、ちょっと分かりづらいんですけど、この模様が今34模様あるんですけれども、だいたい3等分ぐらいに
下真ん中のところに模様編みをしていきたいので12と12と10っていう感じで分けていこうかなと思います。まず12目模様を数えたところにマーカーをつけます。反対側からも12模様編みを数えたところにマーカーをします。そうするとマーカーとマーカーの間が10模様になるので、まずここの間を編んでいきたいと思います。まずはこのマーカーをつけたところから針を入れるんですが、こっち側が今裏側です。ここから針を入れて糸を引き抜きます。そしたら立ち上がりの鎖を1目編んで、次の模様と模様の間に中長編みを2回します。最初の目には細編み1回だけ、次の模様に中長編みを2回入れています。左のマーカーの1個手前のところまで、ここまで中長編み2回を繰り返していきます。ここから数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9 模様を編んできたら、最後のマーカーのところに細編みを1回します。そして立ち上がり鎖1目を編んだら2段目の模様を編んでいきます。編み地をひっくり返して、先ほどの、模様と鎖の間、ここに細編みを1回して、次の模様と模様の間に中長編みを2回で、マーカーの1つ手前のところまで中長編みを2回ずつ繰り返していきます。中長編み2回を9回繰り返したら、最後の目には細編みを1回します。そしたら、マーカーのついている目にもう1回針を入れて引き抜き編みをします。で、立ち上がり1目鎖を編んだら、編み地をひっくり返して、同じように模様と最後の鎖の間に細編みをします。模様と鎖の間のここですね、ここに細編みをして、模様編みと模様編みの間には中長編みを2回、これをまた最後まで続けていきます。模様編みを9回編んで、最後のここ鎖目のところには細編みを1回して、反対側と同じように最初のマーカーのところに針を入れて引き抜き編みをします。これで模様編みが3段できました。4段目も同じように鎖1目で立ち上がってひっくり返して、模様と
鎖の間、ここに細編みを1、模様と模様の間に中長編みを2回、これを繰り返していきます。最後は下段の細編みのところ、ここに細編みをします。次は今こっちが表面でこっちが裏なんですけれども、この印とその模様の隣のところ、ここを拾いたくて、表側からこういう感じで針を入れて引き抜き編みをします。そしたら立ち上がり一目編んで5段目を始めていくんですが、最初もまた、ここを、模様と鎖じゃない、模様と細編みの間のところに細編みをして、また中長編み2回を9回繰り返していきます。で最後はまたここに細編みをして、反対側と同じようにこことここを拾いたいんですが、今こっち側は裏側でこっち側が表側なので、表側から針を入れたいので、表側を向けてこういう風に針を入れます。こことここに針を入れて引き抜き編みをします。こんな感じになっています。次も立ち上がりは鎖一目でひっくり返して、模様と最初の鎖の間のところ、ここに細編み1で中長編み2回を繰り返していきます。最後の目は細編みをします。内側はさっきこことここの目を拾って、ここに糸が渡ってる状態なんですが、最後の糸が入っている目のところに引き抜き編みをします。でこっち側が今表で、こっちが裏側なので、表側から針を入れて引き抜き編みをします。次も立ち上がりは鎖一目で、編み地を裏返したら模様と鎖の間に細編み1、中長編みを2回。これを繰り返していきます。また最後の目のところには細編みをして、こっ
内側も最後はこことここの目を拾って引き抜き編みをしていたので、表側からここに針を入れて引き抜き編みをします。次も立ち上がり鎖一目を編んだら裏返すんですが、こうすることによってここの、こっち側だ、ここのカーブ、ここがこういう風にカーブしていくようになります。1、2で4段ずつ増やしてるんですけれども、もう一個隣くらいまで、もうちょっとカーブを起こしたところまで続けていこうかなと思います。8段目も同じように、今立ち上がりをしているのでひっくり返して細編みを一目編んでから中長編み2回を繰り返していきます。最後の目はまた細編み一目編んだら、ここはもう次の目に移動したいので、また表側から前の段の糸が入ってるのがここで、中長編みを越えた隣の目、ここですね、ここに針を入れて引き抜き編みをします。9段目も立ち上がり鎖一目で編み地をひっくり返して細編み1から始めて中長編み2回を9回繰り返していきます。最後は同じように細編み1をしたら、こっち側も隣の目に進みたいので、こことここに針を入れるんですが、今裏側でこっち側が表向きなので表側から針を入れて引き抜き編みをします。中段目の始めも鎖1で立ち上がったら編み地をひっくり返して細編み1、中長編み2回を9回繰り返していきます。最後の目に細編みをしたら、次の段からは、カーブをつけないでまっすぐ模様編みをしていきたいので、また隣の目に移るんですけれども、ここと隣に表側から針を入れて、こっちが表です、引き抜き編みをします。次は鎖編み2目で立ち上がってひっくり返して、さっき細編みをしていた目のところに中長編みをします。あとは同じ模様と模様の間に中長編みを2回ずつ入れていきます。11段目の最後なんですが、最初は中長編みで始めたんですけれども、それだと最後のつなぎが綺麗にいかないので、最後の目だけは細編みで
終わらせます。そして隣の目に移りたいので表側から見たこことここに針を入れて引き抜きます。で、ここからは中長編みになるので鎖2目で立ち上がってひっくり返したら細編みをしていたところに中長編み1回で、隣の模様と模様の間から中長編みを2回ずつ入れていきます。最後の目には中長編みを1回だけ入れて隣の目に移ります。その時も表側から見て最後に入っているここと隣のここに針を入れて引き抜き編みをします。そして立ち上がり鎖2目でひっくり返して中長編みを1回、隣の模様と模様の間に中長編みを2回、これを繰り返していきます。最後中長編みを1回したらまた隣の目に移るので表側から見てこことここに針を入れて引き抜き編みをします。今こんな感じになってきたのでここまで同じように一目ずつずらしながら進めていってください。模様編みを29段編んだ最後はこの立ち上がりと長編みの間のところを拾って引き抜き編みをします。そうすると反対側は本当はつながってたいんですけどこことねここをつなぎたいんですよ。なんですけど顔周りをゴム編みみたいに編んでいこうと思っているのでここはつながるからこれはこのままにしておきます。今こんな感じに仕上がりました。こっちが裏側なのでこういう感じでなんか鎖みたいにつながっています。表側から見るとこんな感じになっています。編んできた糸は糸端を15センチくらい残してカットして引き抜いてください。次は顔周りの部分を編んでいきたいと思います。ここは表側から編んでいきます。ここからは7号のかぎ針を使っていきます。ここが模様編みの1段目の最初でここが最後なんですけれどもここから始めていきます。立ち上がりの鎖を1目編んだら今編んだところと同じところに細編みを1目します。で、最初の目のところにマーカーをつけておきます。最初の模様編み部分は2目1目2目1目とここまで拾っていきたいので最初の目
のところは今2目入れたので、次のところに細編み1、次のところに細編み2、次のところに細編み1、次のところに細編み2というように、2121と交互に拾っていってください。今ここからここまでで全部で42目拾っています。でここからここまではこの鎖に一目に対して一目ずつ拾っていきます。最初はここに針を入れて細編みを始めていきます。ここからここまでで18目拾いました。次は反対側と同じように2目1目2目1目と交互に42目拾っていきます。42目拾ったら最初の目に引き抜き編みをします。これで一周ぐるっと目を拾えた状態になっています。ここからはまた中長編みを、一目に対して一目やっていきます。立ち上がりの鎖を2目編んだら、今入っているところの隣の目、ここじゃなくて次の目のところから中長編みを始めます。この端っこは1と数えます。今最後の目までぐるっと一周編んだところです。そしたら最初の目に引き抜き編みをします。2段目からはゴム編みに見えるようにしていきたいので、まず立ち上がり2目鎖を編んだら、針に糸を引っ掛けて前段の中長編みを表側から拾って、中長編みをします。次の目は針に糸を引っ掛けたら、後ろ側から前段の中長編みを拾って、あれ1本足りない、裏から拾って引き抜いて中長編みをします。次は表側から針を入れて拾って中長編み、次は裏側から拾って中長編みというように交互に進めていってください。最後は裏で中長編みをしたら最初の目に引き抜き編みをします。こうすると表裏表裏とちょっとボコボコした感じになります。3段目はまた中長編みをしていくので、立ち上がり鎖2目で始めるんですが、同じように表側がボコッとしているときは表側から拾う、裏がボコッとしているときは裏側から拾うというように、表裏表裏をまた繰り返していってください。
これを自分が作りたい顔周りの高さになるまで続けてください。今ですね、この中長編みを4段編んだところです。もちろんこのままでもよくて、これでよければぴったり3玉分ぐらい、あと残りがこのぐらいなので3玉でいけます。今回私が作りたいのはこの幅ぐらいで、こうやって丸めて中に紐を通したいんですね。なのでその場合は4玉必要になります。これで終わりにしても可愛いと思います。私は今これ8段編んできました。ここをこういう風に丸めて中に紐を通したいので、裏側でかがっていきたいと思います。糸端をだいたいここの 2.5 から3周分ぐらいですかね、残して切ります。カットしたら糸を引っ張って抜きます。ここの糸を閉じる前にこういう糸のつないだ部分があるので、先に糸端の処理をしていきたいと思います。今全部糸を処理してきました。こういう綺麗な状態ですね。そしたらここをつないでいきたいと思います。どこを拾っていくかというと、最初の細編みから中長編みをするときに裏筋編みをしてこっち側に残しておいた方が良かったかもしれないですね。ちょっと拾うの大変かもしれません。この線同士がまっすぐ重なるように折り曲げて、これの足がここなので、こことこここことここをつないで、糸を引っ張ります。まあ多少ずれてても止まってればいいのかなと思います。次の目もここの次と拾って閉じる、次の目を拾ってこっちも次の目拾って閉じていきます。一目に対して一目を拾って閉じてくださいね。こんな感じで出来上がりました。今度はここに通すための紐を作っていきます。今糸端側を 3.5 メートルぐらい残して、こっち側が糸玉側で結び目を作って針に引っ掛けている状態です。これを糸端側を手前側から引っ掛けて7号で
編みます。糸端側を手前から引っ掛けて糸玉側で引き抜きます。手前から引っ掛けて引き抜く、引っ掛けて引き抜く、引っ掛けて引き抜く。これを続けていくと鎖編みを同時に2本作ってるみたいな、こんな感じになります。これだと普通の鎖編みよりも強度が増すというか、ちょっとしっかりして、まあ、耐久性がすごいあるってわけではないですけど、紐としてはしっかり作れると思います。これで自分が作りたい紐の長さまで編んでいってください。今90センチぐらい編んできたところです。私はこれでいいかなと思うので、ここでストップします。そしたら糸玉側の糸を15センチぐらいですかね、残してカットして糸端を処理していきます。何目かこの鎖の中に通していくっていう感じですね。出てこなければいいかなと思っております。もう一本も同じように処理していきます。これで紐が完成しました。そしたらさっき作った本体の方に紐を通していくんですが、今ちょっと糸処理をサボっているのは気にしないでくださいね。どこから紐を出そうかと思っているんですけど、この下よりはちょっと上、このぐらいから出てる方が可愛いのかなと思うので、お好みなんですけど、だいたい5センチぐらいかな、5センチぐらいのところで一回マーカーをつけます。反対側も同じ高さになるところにマーカーをつけます。そしたら紐に安全ピンをつけて、ここからの間からですね、2段目3段目あたりのところからぐさっと無理やり真ん中に突っ込んでいきます。反対側まで来たら同じように、まあ、2段目とか3段目あたりから安全ピンを出します。
紐の両端を揃えて引っ張って、まあ、左右同じ長さになるようにしたら、端っこをこんな感じで抜けないように結んでおきます。これで最後に糸処理をしたら完成です。このくらいの紐の長さがあれば結んだりすることもできるのかなと思います。いかがだったでしょうか。こんな感じのバラクラバ作れましたでしょうか。今回はここのカーブをね、綺麗に出すっていうのを自分の中で目標にしてたので、うまく出たんじゃないかなと思います。こんな感じ で結構サイズがタイトめなので、もうちょっとゆとりがあるのが欲しいっていう方は、まあ、幅を出していただいたり、縦を長くしていただいたり、好きなサイズに自分で変えてみてください。多分カーブのやり方は同じになると思いますの でここも、話の途中で、制作の途中で話してたと思うんですけど、これ今回3玉と本当にちょっとぐらい使ってこれになってるので、ギリギリもう3玉、絶対3玉で収めたいみたいな方は、まあ、このサイズと、ここをね、丸くしないで、ただのリブ、紐を通さずにただのリブで終わらせれば、多分ギリギリ3玉でいけるんじゃないかなと思っております。まあ、手の加減とかでだいぶサイズは変わってきちゃうので、もう必ずとは言えないんですが、多分3玉で収まるかなと思います。私はこのね、絞れるタイプにどうしてもしたかったので4玉で制作してます。ちょっと後ほどサイズ感入れますね。で、これと同じで、よいしょ、こんなのも作ってみたんですけど、これはダイソーさんの毛糸で作ったんですけど、ちょっと見てください。これ、このダイソーのキット知ってますか。この300円で、ちょっともう使っちゃったんであれなんですけど、4色入ってて、こんな感じの柄ができるよみたいな。最初これ見た時キットかと思ったんですけど、キットにしては毛糸が少ないなと思ったんで、ちょっとこの4色を使ってやってみたいなと思って、この キットっていうか、このセットのやつでこれは作りました。で、どうしても白は足りなくなると思ったので、ここの部分とこの顔周りのところだけ、このダイソーのブークレーホワイトを使って、これは2玉使ってるかな。ブークレーは2玉で、この首の部分と顔周りで、ここの模様部分はこれ1つで、まあ、これだけ毛糸が余ってる状態なので、紐もこっちで作りました。1段ごとにね、柄を変えていくのもまた全然違う表情になって面白いなと思います。こっちのタイプはこの首元がこうやって開くタイプにしてます。こっちはね、全部輪っかでかぶりのタイプにしたんですけど、その場合は、これはぴったりになっているので、ぐるっとしてるんですけど、こっちはプラスで今ボタンをつけているので、このボタンの分を両端、3、4段ずつぐらいかな、こういう感じで出してます。で、ボタンもボタンホールを作るタイプでもいいと思ったんですけど、割とこっちのフードの重さで伸びてきちゃうかなと思ったので、私はこの透明なスナップタイプにしてみました。よっよっ、こんな感じですね。まあ、これでも伸びちゃうんですけどね。で、これは岡田屋さんでこういうクリアのスナップボタンを買ってきたので、これをつけています。ナイロン製縫い付けスナップ透明15ミリです。
これを縫い付けています。これでも割としっかりして、なんか普通のスナップボタンよりは隠れるし嫌じゃないかなと思って、でサイズは糸が全然太いのでこれに合わせてちょっとちっちゃくしてるって感じですかね。段数が変わって今1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19、まあなんか多分センチでいけばいけるような気がしますね。じゃあちょっとかぶってみますが、ちょっと今すっぴんなんですいません、マスクさせていただきますね。よいしょ、かぶった感じはこっちからいきます。よいしょ、こんな感じです。大丈夫かなこれ。こんな感じ、結構顔ぴったりめで、よいしょ、どうか、こんな感じですね。すごい頭にぴったりって感じのあったかさですね。でこれはここをちゃんとギュって絞ることができて、まあ、ここまで絞ることはまずないけど、こういうこともできます。寒い時とかはね、ギュッと絞って、この口元を、髪の毛が出てきた、こうして目は出しとかないとあれなんで、口元こうしてねギュッと絞って温かいみたいなことができると思います。こんな感じです、顔周りで。まあ、コートにも、まあ、これがコートだとして、こういう感じで中に入れてコートを着れるので、こうやって首元もあったかいです。でフードにした感じは、よいしょ、こういう感じですね。割とコンパクトな首周りになるので、であんまりこうやって持ってかれることもないし、綺麗な形になってると思います。そして紐はまた垂らしておいてもいいし、こうやって、ちょっと引いた、こうやってリボンにしておいてもいいのかなと思います。じゃあもう一個の方も行ってみますか。こっちの方がね、ちょっとサイズはちっちゃいんですよ、最初に作ったんで。実はこっちの方が最初のサンプルなので、よいしょ、あ、ボタンかけ違えて、よいしょ、これもねすごい可愛いんですよね。ボタン締めづらい、慣れてない、よし、こんな感じです。どうですか、こんな感じです。こっちは見えるかな、こんな感じです。この柄めっちゃ可愛いですよね、すごい雪んこで。これも同じように、まあ、やらないですけどギュッと絞れるし、私はねやらないけどね、ここでこうやって結んで、かわいいね、なんか防災頭巾みたいだけど、こんな感じになります。これかわいくないですか、ちょっと紐長かったかな、こんな感じです。でこうやって下げてもかわいいし、シンプルなお洋服にも割と映えるかなと思います。でこれも割と首周りをコンパクトにしたので、中にもこうやって入れられるし、コートの外からパチッとつけても可愛いかなと思います。でちょっとマスクして声聞こえないか、首元がこれじゃきついよって人は1個
開けていただければ顔周りもだいぶ大きくなるのでいい感じに緩くなるのかなと思います。実はですね、これもう結構前に作ってて普段使ってるんですよ。もう結構使ってるけど意外とそんなに伸びたりもしないし、これいいかなと思います。で、こっちのアメリー、この中さんのアメリーの毛糸は洗濯ができるので、今回白で作ってるからまあ汚れちゃうっていうのもあるんですけど、意外と顔周りにこの辺ギリギリこの辺まで来ちゃったりとか、こことかファンデーションついたりとかすると思うので、こまめに洗えるようにこっちの糸にしました。こっちはねちょっとダイソーさんの洗えるのかな、手洗いはいけるっぽいので、汚れたら優しく洗ってあげてください。やっぱ洗濯できるっていうのはいいですよね。こういう頭周り顔周りのものって汚れたり、首とかもまあ冬物だからそこまで、まあでもそうだよね、ハイネック毎日着てるわけじゃないから、まあ、首元とかも皮脂とか油汚れとかあると思うので、まあお洗濯できる方がいいのかなと思います。そんな感じで、なんかどっちもそんなに重くもないし、こっちはねちょっとコンパクトにはあんまりならないんですけど、よく使うよって、つけて絶対外出るときはつけるよって人はこっちでもいいのかなと思います。こっち側はね割とコンパクトに畳めるので、取り外したときにも邪魔にならないし、今はいいかなみたいなときでもバッグに入れやすいかなと思うので、これしかも手触りが本当に気持ちよくって、こっちこの毛糸で作るのおすすめです。すごい可愛い。でもこっちも柄がすごく出て可愛いレトロな感じですね。まあそんな感じで今回はバラクラバを作っていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また気が向いたらお会いしましょう。バイバイ。